ジュフレとリンソン・アルブレダの入り口アルブレダ、ジュフレの位置、ジュフレにある遺構の一つジュフレは、ガンビアのノースバンク地方、ローアーニウミ地区に位置するマンディンゴ人が暮らす村落である。アレックス・ヘイリーの自伝的小説、ルーツ及び、それを原作とする、テレビドラマの主人公、クンタ・キンテの出身地とされ、1970年代以降、観光客が多く訪れるようになった。 ジュフレは、アルブレダに隣接する村落だが、貸しに面しているアルブレダとは違い、その北東の内陸にある。1651年には、クールラント・ゼムガレン広告が、地元の小王国であるバラの王から、クンタ・キンテ島と共に借り受けたが、1664年に、ガンビアガー沿岸の諸権利をイギリス二条として撤退した。ジュフレには、 王立アフリカ会社が存在していた1680年以降にイギリス人たちが入植した。当初はそうした独占企業が中心になっていたが、後には自由貿易商人らも参入した。他方で18世紀にはポルトガル人と現地人の根血寺もまだ多く住んでいた。アフリカ系アメリカ人作家のアレックス・ヘイリーが自らの先祖と位置づけたクンタ・キンテは、 18世紀に実在していた人物だった。彼は17歳の時に奴隷として連れ去られたとされている。ヘイリーの小説がベストセラーになると、ジュフレや対岸のジェームズ島には多くの観光客が訪れるようになった。ジュフレには21世紀初頭の時点でもクンタ・キンテの一族の末裔が住んでいる。クンタ・キンテが生まれた家も復元されており、奴隷貿易博物館ともに、 村の名所となっている。奴隷貿易博物館は、1996年以降、モーレル兄弟の召喚に設営されているものである。モーレル兄弟の召喚は、元は1840年頃に、イギリス人が建てた建物だったが、後に、レバノン系商人、モーレル兄弟が買い取ったことからその名がある。この召喚、博物館は2003年に、 くんたきんてしまと関連遺跡群の一部として、ユネスコの世界遺産リストに登録された。ありがとうございます。